でしょうか。あ、リンこっち来る。あざっしゅ。リンタロー、リンタローじゃねえ、エイジもね、ユズと肩組んでましたが、結構最終回はその辺のね、まああと1話の伏線回収したりとか、いろいろ回収されまくった回だったんじゃない。リンタローに却下されました。でノアにも却下されました。なので多分一人でも一人でやります。俺がいるじゃねえか。誰の声だ。僕だよ、僕。なんでいいんだよ、お前。なんでいいんだよ、お前。おい、なんでいいんだよ、お前。なあ、忘れてもらっちゃ困るって。おい、お前、なんでいいんだよ。なんでいるんだよ。やめたほうがいいか。いないほうがいいか。な、うん。お前、一人でやってくれよ、もう。ここまで来たら。一人にさせるな、俺を。だろう。リンちゃん来い。一緒にやろうよ。来た。いや、インサイド強いよ。いや、なんだよ、別々でやんだよ。仲悪いになっちゃってるじゃんか。なったら、電波悪い、こいつ。電波悪い、こいつ。なんで別々にやんのって。いや、なんか一回最初一人で落ち着いて喋りたかったの、俺的には。あ、喋りタイムってことか。その時間も、だって俺ら一緒になったらさ、ふざけ倒しちゃうじゃん。それはないよ。まあ、今日はないか。だって結構真面目で売ってるしな。お前のどこが真面目で売ってんだよ。失礼すぎだろ、お前。でもこの前ね、ごめん、最終回の後一回君鼻から、いやそれはしないんだけど、なんか雑誌のなんかあれで、なんか一人ずつそのキャッチコピーみたいなのがあって、うん、俺がなんか愛され最年長みたいな、うん、でこいつがオールマイティなんちゃらみたいな、うん、センスケは雑誌なんか、りんたろーが真面目ななんちゃらだった。おうでしょ、ほら。そう、真面目なさってだろ。世にバレてんだなって思った。皆さんありがとうございます。お前の根の部分がちゃんとやっぱ、はい、まあこうりんたろーがいないとやっぱブルーム成り立たないから。それは嬉しい。あ、そっちで、あ、嬉しそう、嬉しそう、嬉しそう、見てすんげー嬉しそう。見せて、ちょっと待って、あ、あら、まあ、こいつの表情筋が死んじゃう。嬉しそう。かわいいじゃん。かわいいね。スクショしとこう。は？いいね。いい写真。いい写やん。いや、いい写やね。リアタイした？してたよな。ツイートしてたもんな。うん、リアタイした？した、した、した。俺だってリアタイしながらツイートしてたもん。リンタロもしてたけど。うん、そうだよね。ユズと肩組んでましたね。ユズと肩組んでたのよ。最後だね。なんか。できた。ブログとか投稿してましたかな。ブログ投稿します。もう少しで多分。シュートがもうすぐでブログを投稿します。はい。こんな素敵な瞬間が。間違えちゃった。大丈夫？ダウ？ダ？大丈夫？ダウっていうの？うん。いや、これもう君花の。これね、俺君花ロスにならない方法一個してて。教えてくれ。教えてくれよ、ツナケイト。これ言って、え、言って。っていいのこれ、これ無料の、これ無料の配信でしょ。確かに。インスタライブって。え、配信ね。
確認した方がいいかな、事務所に。これ、事務所に一回確認すら大丈夫ですか？あ、俺。うん、ちょっと確認するね。すいません。あ、もしもし、ロスのならない方法を教えてもいいですか？あ、はいはい。ああ。あ、了解です、OK です。はい。はーい。いきます。大丈夫でした。なんか、こう、全然教えていいんですけど、本当に、有力な情報すぎるんで、ちょっとほどほどに、とは言ってましたけど。あ、でも、許可はおりました。あ、あれ。すいません、りんたろーも、りんたろーには伝わってんのかな、これって。ロスにならない方。伝わってないから、俺も事務所確認するわ。あ、今、確認してもらっていい？うんうん、オッケーオッケーオッケー。つけてないよ。ネイマールやないかい！やめろ、お前、ネイマールのゴールパフォーマンスすな。お前。あ、ロスにならない方法っていうのはちょっとなんか明らかな。あ、違います違います。ロスに行く方法じゃないです。飛行機乗ればいい話じゃない。飛行機乗ればいいとかそういう話じゃないです。ロスになん、多分大丈夫っぽい。あ、大丈夫だった？うん、多分大丈夫っぽい。OK。うん。これ、いい。ドラマもう一周して、ブルームルーム見るっていう。最高やないかい。誰がツナケイトの癖、映った？シュート君。だ。TikTok 回ってるけど。TikTok 回ってるけど。前の人映ったんだよ、もう。まこいつの誰のゴールパフォーマンス、それ誰のゴールパフォーマンス、それは誰のゴールパフォーマンスでもないわ、ごめん。いいなぁ、ゴールパフォーマン